シデントが発生してしまいました。今ですね、僕、新しいストレッチを開発しようとしたら、背中がバキンってなってしまいまして、そうです。ぎっくり背中ってやつです。なので、自分で直す方法をドキュメンタリー形式で撮影したいなと思います。あ、痛え。ちょっと苦しいぞ。患者さんのぎっくり背中は見ているんですけど、自分がこういう風に、なってみると、しんどいですね、やっぱりね。まあ、せっかくなんで、こんな感じで全部ドキュメンタリーを撮っていきたいと思います。いや、いや、手を動かすのがしんどい。いて。ああ。うわ、ちょっと、誰か、窓閉めて。まず、まあ、呼吸ができないのが辛いから、まず呼吸をしっかり自分でできるようになるように、ちょっとセルフケアしていきたいと思います。解説はこの後ですね。出られない。ちょっとすいません。いやー。痛い。よし、OK。いや。大丈夫だな。だいぶ呼吸できるようになりました。今ですね、応急処置で何をやったかっていうと、腸胸筋を緩めてみたんですよ。まあまだだいぶ痛いですけれども。胸は開くようになりました。っていうのも小胸筋っていう筋肉が、まあ、ぎっくり背中の主原因になっていることがすごく多いんですよ。もちろんこの場合原因は一つではないんですよ。いっぱい犯人たちがいて、そこの問題を起こしているっていうふうに僕は考えているんですね。正直の考えでは原因イコール結果ではないんですよ。はい、原因と結果は別物だっていうふうに考えているんです。ぎっくり背中を起こしたっていう結果があって、それはもうそこが悪いんじゃないんですよ。悪いことをしている筋肉たちがいて、そいつら全員が悪さをしてそこの結果を起こしている。なので一番やっつけなきゃいけないところ、応急処置的なところで考えられるのが小胸筋って言われる筋肉だったんですね。画像後編に貼っていきましょうか。小胸筋ですね。はい、この筋肉たちが硬くなった時に肋骨を固めてしまう傾向があるんですよ。ですので今僕は自分の指でマッサージをしてみて緩めてみたんですよ。そうするとね、やっぱり息がしやすくなりましたね。はい、ちょっと緩めとこうと。ここにいっぱいいるな。患者様を見させていただいて、そこでついた疲れだとか凝りが残ってしまったところに無理な動きをしてしまったので、まあ、バキッとなってしまったんだろうなと自己分析してみました。今日開発したストレッチはもう僕は公開するつもりは一切ありません。あれはボツですね。もう僕ボツにしてきたストレッチはめっちゃ多いんですよ。だけどここを緩めると楽になるっていうのが分かっているので、だいぶ呼吸がしやすくなってきました。肋骨が開閉しづらいんですよ、ゆっくり背中になると。もうそういう時に小胸筋のマッサージがベストな応急処置かなと思います。その次もうちょっとやっていきましょうか。大胸筋ですね。ここがまたちょっと素人さんとね、僕の違いだとは思うんですけれども、こうやって手でこうやって触れたらどこの筋肉たちが硬く縮こまっているかっていうのを感じ取ることができるんですよ。高血って言うんですけどね、難しい感じで筋肉の高血を見つけることができるんですね。そうするとここにあるのが分かったから、それを緩めています。これは筋肉でいうところの大胸筋ですね。絵はここに貼っておきます。はい、大胸筋、ここを緩めています。ここですね。伸び縮みしないんですよ、筋肉って硬くなって疲れてくると。それを外部からこうやってほぐすことによって緩めさせる、血流を良くする。その結果筋肉たちの機能は回復すると、仕事をしやすい体になると、こういうふうに考えています。
これね、大胸筋も小胸筋も同じ胸の筋肉なんですけれども、実は小胸筋なんて特に肩甲骨の動きを制限してしまうんですよ。そうなんですよ、ここの筋肉が硬くなって骨の動きを悪くしてしまう。動きが悪くなった時に無理な動きをしようとするとピーってなることが多いので、これも筋肉が悪いんですよ。ならば筋肉が悪いんであれば筋肉たちを正常にしていくんです。おー、息吸える。いいですね。動きが良くなってきたでしょ。多分僕、顔色も良くなってきてると思うんですよね。いける。鎖骨の下の大胸筋見ますね。動きが悪くなった筋肉たちを正常にしていくこと。まだ痛いですけど、体先ほどよりかは痛くない。足動かしても響かないようにはなりましたね。皆さんは、ちょっと僕みたいに あんまり強く押せないと思うので、こういう指圧棒、ね、100均とかで売ってると思うんですよ。これはサムセイバーですね。マッサージ用に使う棒なんですけれども、こういうやつを使われるといいかもしれないですよ。概要欄にリンクも貼っておきますね。僕後で使いますけれども、このマッサージボールですね。ここはこの2つをセルフケアですごく多用しています。で、まあ、常にこいていますね。胸は腫れるようになりました。だけれどもまだだいぶ痛いんですね。次まだまだ原因を特定させていきます。ちょっとすいません、三脚立てますね。今日はちょっとドキュメンタリー形式にしたいので、少し動いたりするかもしれないです。お許しください。だけどね、本当ぎっくり背中になったっていう絶望感わかるんですよ。僕もさっき経験したんで。次考えられるところはですね、まあ、ちなみに言いたいところここなんですけどね、どう動かしていこうか。こうするとこの辺でここの背中、ぎっくり背中のあたりが痛いんですよ。こう手を上げていくとこの辺で痛いと。痛みを起こしている原因はどこかっていう風に特定していくんですね。どこだろうな。ここですね、斜角筋って言われるところ、ここにまた貼っておきましょうか。はい、ここにあるんですけれども、これを僕緩めた途端、自分で緩めてみたんですよ。自分で緩めて、緩めた状態で肩どういう風に動くかなっていう風に検査してみたら全然痛くないんですね。さっきまで痛かった動きが緩めた途端痛くなくなるわけじゃないですか。ってことは、ここを緩めるとここの痛みが取れるっていうことなんですよ。シンプルでしょ。だけど分かりやすいと思うんですよね。まあこれを斜角筋を自分で緩めましょうか。はいはいはい、緩めましょうか。ここをグッとグッと押さえています。はい、まあちょっとね、繊細なエリアではあるから強くには注意して。ここはさっきご紹介した指圧棒よりかどちらかっていうと、指ですね、中指と薬指、ここでこういう風に押さえる方がいいと思います。こんな感じ押さえて、まあなんだったらこういうような動作、こういうような動作、押さえて動かす、押さえて動かすと、そういう、こういうことされるといいと思います。おお、動かせるようになりましたと。ここで残ってますね。ここではもうなくなって、これ以上いくとまた痛い。ここですね、胸鎖乳突筋って言われる筋肉たち、これをギュッと掴みます。はい、胸鎖乳突筋を掴んで、おお、痛くない、うん、ここですよと。こういう筋肉ですね。画像ここに貼っときます。こういう余裕も出てきた。はい、掴んで、固まっているところを特に掴んで、はい、首を動かす、よしよし。あ、これでここの動き楽になりました。ここでもちょっと残ってるな。こう右腕を上げてこの辺に行くとちょっと響くんですね。ここに犯人がいるかな。変わらなかったらそれは犯人じゃないっていうことなんですよ。緩める必要がないんですね。あ、これでいいか。うん。今掴んでいるのが右の広背筋。はい、広背筋ですね。はい、ここに写真貼っておきます。これ、今、左の手でギューッと掴んでみたんですよ。広背筋の高血を。よいしょ、はい、掴みました。掴んだ状態で手をプラプラ。はい、ギュッ。まだちょっと残ってるのは広背筋だけじゃないんですね。ってことは腕である可能性が高いから、これはもう壁ドンしかないでしょうね。はい、こんな感じで続いて、ほいで、ギュッと気持ちいいな、やっぱりな。ちょっと痛いな、これするとな。あ、一番最後まですーっとまだ痛いなっていう感じですけれども、さっきとは比べ物にならないぐらい楽。
っき貼っていきましたもんね。よしよしよし、これでいいかな。これで検査すると。あ、オッケーオッケー。これでもう右腕を動かしても、左の脇腹には響かないようになりました。次は反対の、反対行こうか。よいしょ。あ、これですね。手が硬い。うん、手がすんごい硬いです。今じわーって伸びてますもん。おそらく僕の左の腕の硬さもここ、びっくり背中を起こした犯人の一味ですね。あ、こいつですね。あ、硬った。やっぱ手が硬いなー。おー、伸びる伸びる。大体僕のケースですけれども、びっくり背中を起こす側の腕だとか、首だとか、足が悪さをしていることが多いです。ちょっと長めにストレッチしてみました。はい、これでどうでしょう。おー、だいぶ楽になった。呼吸は楽になりましたね。次は、さらに楽にさせるために、どんどん検査を進めていきます。次、腰の検査をしていきます。腰を前にする大丈夫。後ろにする大丈夫。あ、よく、これが硬いな。で。こうすると、えらい痛い。えらい痛い。じゃあこれをどこかなという風に探って左のお腹ちょっと押さえて同じ動きをする。あ、まだ痛い。次右のお腹押さえてねじる。まだ痛い。左の腰まだ痛い。どこだろうな。右の背中まだ痛いかな。ちょっと楽になったかな。では次右のお尻。あ、右のお尻すると楽になる。右のお尻ギュッて入れて同じ動きをすると楽になるんですよ。ってことはこいつも悪いことしてるんですね。さらに行きましょうか。左のお尻大臀筋、左のお尻大臀筋を押さえて、おお、倒れる。左の大臀筋も悪さをしているっていうことですね。ならばこの2つの筋肉を緩めていきましょう。で、緩めると時に使われるといいなっていうアイテムがさっきご紹介したやつですね。と先ほどは右側の中臀筋だとか小臀筋が悪さをしているっていうのが分かりました。ですのでこのマッサージボール、イボイボボールを自分とマッサージテーブルの上に置いてグリ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 と痛気持ちいいところあたりで止めてギリグリグリと。その次反対、左の大臀筋ですね。左の大臀筋に向かって当たるようなポジションをしてポイント。あー、硬っ。左のお尻が硬いなー。あー、気持ちいい。いいですねこれね。ここにもいましたね。どうやら僕の左側の筋肉たちが結構硬くて悪さをしていたっていうことが分かりました。まあ、ついでだからこっちの中臀筋もやりますか。こんな感じですね。マッサージテーブルとお尻の間にイボイボボールを置いてギューッと動かしてみると、ギューッと動かす、ギューッと動かすと、はい、それによって硬かった筋肉たちがほぐれてくる。その硬かった筋肉がほぐれることによって痛みを起こしている箇所が楽になってくるっていう考え方です。これでどうでしょうね。もう一回検査すると、おだいぶ、おだいぶスムーズにはいくけどまだいるな。もうちょっと調べてみますね。下半身緩めてみようか。下半身を緩めた状態で見ようか。ちょっとね検査しづらいんですけどね。どこだろうな。はい、はい、痛くない。ここだ。左の二頭筋だった。ここでしたね。左の二頭筋でした。ここが実は硬かったっていう。ここでしたね。おー、硬い。ここをほぐす。ここをほぐす。ここをほぐす。おー、倒れるようにはなりました。まだちょっと最後痛いぞ。お、右だった。右の二頭筋でした。面白いね。そっか。二頭筋だって肩甲骨の向こう動きにくっついてますもんね。まだいるな、でもな。どこだろうな。なんか内側行ってみようか。腸骨筋。うん、すごいよね。左側の腸骨筋だね。左の腸骨筋だとか左の腹筋群ですね。これで倒れるようになりました。あ、だいぶ楽になった。これでもうほぼほぼ全ての動きが痛みなしでできるようになりました。最後の最後でちょっとあるかなっていうぐらいですけれども、めっちゃ動きやすくなりました。体軽みたいな。OK。
ッケー。ここまで来ればもう上等でしょう。あとはもう夜中にもう一回ストレッチだとかマッサージだとか同じようなルーチンをしてみて、それでまあきっちり寝たらおそらく翌朝にはほぼほぼ感じないだろうなと思います。順調に回っていくと思います。はい、こんな感じですね。自分でびっくり背中を押したので直してみた動画を撮ってみました。まあ姿勢矯正セラピスト良かったこんな感じになりました。皆さんのおかげで楽になりました。ありがとうございました。また配信します。さよなら。